はい、どうもこんなのですっていうわけなんですけどもね。はい、いや今回はですね、平さんのテント泊重装1泊2日の装備全部紹介しますっていうね、コーナーですね。はい、わりなわけなんですけども、ほんまはですね、今日平さんに行く予定だったんですよね。なんですけども風がきついとね、もう風がきついの大嫌いです。平さん稜線上なんで風速18メートル、これやってられるかいうところなんでね、なんで1泊1日休んでね、明日やったらまあ晴れてるし風が少ないというところね、あ、じゃあこれ動画撮れるやないかいというところでね、動画撮った次第でございますっていうわけなんですけどね。はい、またね、いつものように紹介ですね、全部紹介します、飲食住その他でねやっていきますんで、じゃあまあそんな感じで皆さん重装のテント泊1泊2日の装備の紹介行ってみよう。はい、でね、まず装備の総重量なんですけども、9.2 キロですね。はい、まあ、10キロ切りました。はい、やっぱりねウルトラライトの人みたいにね、6キロとか7キロとかやりたいんですけどもね、やっぱりねいかんせん寒がりなんですよ、ね、これもシュラフに一つにしても3シーズン用だったら、多分今3、僕だったら3シーズン用じゃないと無理やなっていう話なんですけども、それとかですね、シュラフが寒すぎたらダメなんで念のためのエマージェンシービビーを置いたりね、いろいろと入れましたら結果 9.2 キロになりました。まずですね、ウェアの前に、ザックの紹介ですね。はい、これザックがですね、このフリーライトですね、のシゴク 35S っていうやつですね。はい、まあ、このシゴクっていうね、まあ、35のこのね、ロールトップ式ですね。でね、パッドも入ってるのかな。で、網がついているっていうね、ちょっとウルトラライト系のね、ザックなんですけども、いかんせんですね、35なんですけども、結構もうちょっと入るような気がします。40ぐらい入るかなと思います。なんでね、これね、いつものね、65のね、とか、66リットルかな、そのね、とか、大型ザックだとやっぱ重いんでね、これをチョイスしましたってことです。はい。はい、まず、ウェアの紹介ですね。はい、ね。ウェアなんですけども、先ほど申し上げたようにね、とにかく、たくさん持ってきました。平さんはね、寒暖差がすごく激しくてですね、僕、5月のね、ゴールデンウィークの時前1回行ったんですけども、これ、真冬の低山ぐらいに寒かったんでね、で、まあ、その、シュラフ一つでもねめちゃくちゃ寒かったんで、ね、とりあえずね、寒がりの僕はこのウェアをたくさん持っていこうって次第でございます。はい、でね、まずですね、ウェアなんですけども、ドライレイヤー、はい、これがですね、アクリマの、これね、メリノウールですね、ウールネットですね。はい、もうこれね、最近も結構あったかくて、ね、体温調節も効くんで、もう火がついたらこればっかり着てるって次第ですね。はい、なんでね、まあこれもね、ドライレイヤーにがっつりこれを着てね、汗をね外に出そうかと思います。はい、次ですね、ベースレイヤーですね。はい、ベースレイヤーはですね、こちらの、スマートウールですね、の150、これを着ていきます。はい、なんでね、やっぱりね、寒暖差が激しいというところにね、これは間違いなくこういう体温調節に効くウールの出番やぞというようにね、これを着ていきます。はい、ね、いつもね、ウールって僕は替えを持っていくんですけど、パジャマ持っていくタイプなんですけどね、今回はね、ちょっとやっぱり荷物をね、節約したいんで、重さ、調整をしたいんでね、これ1枚だけでいこうかと思います。はい、でね、次ですね、ミドルレイヤーですね。はい、ミドルレイヤーは、この大和道の 100% メリノフーディーですね。はい、このね、先ほどの、このウールが150ですね。はい、でね、このもう一つのやつは1平方メートルあたり、確か205とかそうなんやけど、190ちょっと忘れました、200ぐらいなのかな。はい、なんでね、ちょっとミドルレイヤーに今日着ていこうかなっていう次第でございますね。はい、でね、先ほどのね、クリマのウールネットとですね、でこの、スマートウールの150ですね。で、このね、大和道のこのウールでね、このまた僕の大好きなトリプルウールですね、ウールオン、ウールオン、ウールでね、こう体温調節できるかなとね、重装なんでね、こうやって結構登ったり下がったり、登ったり下ったりね、ここ大変なんですよね。その時にね、まあ、体温調節できるかなと思ってね、この装備をチョイスしました。はい。でね、次ですね、パタゴニアのこのね、R2 のベストですね。これまあ廃盤品なんですけどもね、これね、寝てる時にどうしても寒かった時ね、とかですね、まあこれでね、こっちの上にね、これ着てちょうどいいんやったら、これも着ようかな、みたいなね、感じになっております。はい。でね、これ一番最初に僕が買ったね、あれですか、フリースじゃないですか、ほんでね、まあ私服にも着れるかなと思って買ったんですけどね、こいつを登場させたいと思います。はい。で、次その上ですね、はい、上を何に着るかっていうなんですけども、はい、これね、もう重装の時はもうこれ一択なんですよね。はい、パタゴニアのマイクロパフフーディーですね。
まあ、これはね、もう廃盤なかな。廃盤なんですけど、アウトレットだったらもうちょっと安くなってるかもしれないですけども、ね、定価で言いましたら3万9800円、4万近いってね、なかなかのもんやぞ、うんですけどね、とにかくですね、軽いんですよね。軽くて、ね、濡れなくて河川だからね、ダウン並みにね、保温力があるとね、まあ、ダウンはちょっと言い過ぎたかもしれないけども、それに近い保温力があるってことでね、もう重装の時はこれ一択ですね。何しか濡れてしまったらね、とんでもないことになるんでね、だからこれを着ていこうかと思います。はい。で、次ですね、次は、レインウェアですね。レインウェアは何を着るかというとですね、この間、ロックステッパーでね、購入しました。ティラックですね。これ、いよいよ山でちゃんとデビューするの。前もデビューしたから、でも、がっつり着込むのは初めてかもしれないですね。重装で。はい。今年はね、この夏ね、まあ、結構6万3800円もしたんで、ガンガン着ていきたいなっていうところになっておりますね。はい。まあ、非常に楽しみになっておりますけども、ちょっとね、何回か着たんですけども、ね、やっぱりね、ここですね。この、ね、このサイドのところにポケットがないんですよね。代わりに胸ポケットがね、ここに2つ、ポケットがあるっていうところなんで、そこがね、なかなか慣れへんなっていうところなんですけどね。まあ、なんか着ていくうちに慣れていくでしょうっていうところでね、期待しております。はい。はい、次ですね、パンツですね。下半身をやっていきたいと思います。はい。パンツ何履こうかなと思ったんですけどね。ちょっと今回は、これ、ヤマップのね、クルメカソリパンツをね、ちょっと本格的に履いていきたいと思います。はい。前ね、ちょっと低山ちょっと履いてたんですけども、これはね、何を隠そうね、登山では NG の素材、綿を使ってるんですよね。はい。まあ、綿はね、濡れるとなかなか乾かないっていう部分があるんですけども、これはですね、クルメカソリがね、作ってるんです、すごく通気性がいいっていうところで、ね、ちょっと非常にね、履き心地がいいっていうところで、一回これを履いてみようかなって思います。はい。でね、立体サイヤーもされてるんで、しっかり足上げもね、良くてですね、で、まあ何よりもかっこいいってところでね、ちょっとね、重装でどんな感じになるのかっていうね、っていうところで、ね、これを持っていこうかと思います。はい。で、次ですね、実際のパンツ履きましょうか。パンツですね。実際のパンツはですね、まあ2つですね。はい、先ほどのベースレイヤーはね、スマートウール一択でね、この一つでいこうかと思うんですけどね、僕はね、何を隠そう、着替えたい派なんですよね。はい、もう何か濡れたり汚れたりしたら、とりあえず着替え持っていきたいというところね、ベースレイヤーは譲歩するわとね、重さのために。でもパンツは2枚持っていきたいというところね、こちらのブリングのパンツですね。モンベルのジオラインの、パンツでね、これを持っていきたいと思います。はい。で、次ですね、次は、雨具しましょうか。はい、雨具、レインウェア、これ、モンベルのトレントフライヤーパンツですね。はい、まあ、これがですね、162g とね、モンベルのパンツの中では一番軽い部類なんかな。はい。なんでね、一応これを持っていこうかと思います。まあ、天気予報的には大丈夫かなと思うんですけどもね、やっぱりね、この面のパンツめっちゃ濡らしたらどえらいことになるんでね、お守りとして持っていきたいと思います。はい。で、次ですね、この、はい、いつも履いている、このあれですね、 CWX のタイツですね。あ、まあ、これね、なんやかんや言うても7年か8年ぐらい履いてるんじゃないかな。で、ね、唯一ね、もうここのところね、左のところはなんか知らんけどね、もうだいぶ薄くなってるんですけどね、これも、ね、全然破れずになんとかなんとかね、毎年毎年ね、履いてる次第でございますね。あ、もうこれ最近ね、ちょっと太って膝がね、痛いんでね、登山のたびに履いてるんですけどもね、これだからもうそれの終わりには全然ね、壊れないですよね。だいたいこれ1万なんぼやね、1万3000が4000円した記憶があるんですけどもね、まあ、結構高いお金を払っただけにね、長く持ってね、愛用しております。はい。でね、次ですね、次は、靴下いきましょうか。はい、靴下は、ね、これもね、僕着替えたい派のね、僕なんでね、靴下は替えの分2足持っておりますね。はい。まあ、1つはですね、このダーンタフですね、ダーンタフバーモントのこの靴下ですね。はい。これ破れても保証してくれるってやつですね。はい。まあ、これを持っていくのとですね、はい。で、あともう一つは、なんかどこで買ったんやったかな、これ。なんかフォックスファイヤーかどっかで買ったんかな。なんか名もないノーブランドのなんか靴下ですね。はい。まあ、フォックスファイヤーかどっか忘れましたね。どっかのね、バーゲンかなんかで靴下買ったんかな。はい。なんかね、この厚みがね、明日履く登山靴とちょうどいいんでね、これを持っていきたいと思います。はい。ね、次ですね、スマートウールのネックゲーターですね。はい。なんやかんや言うてね、ほんまに寒いんですよ、平野ね、夜は。なんでね、これをするか
かしないかで全然違うんでね、一応持っていきます。はい、ね、次ですね、タオルっていうんですか、手ぬぐいですね。はい、これは視聴者さんからもらったね、これはね、あの厚木のね、名物のこの鮎の手ぬぐいですね。はい、まあ、このね、感じで、この鮎の感じで、このガフルの染めですかね。はい、まあ、それがね、すごくね、あのコーディネートのアクセントになるんじゃないかっていうところね、明日使わせていただきます。はい、ね、次ですね、これは最後お守りみたいなもんなんですけども、ね、いかんせん僕太ってますんでね、リガードの膝サポーターですね。はい、まあ、サポートタイツだけでね、ちょっときついなって思ったらね、一応最後の下山ね、これ履こうかなと思ってるんですけどもね、まあ、でも重装ってね、そんなにね、膝って痛くならないんですよね、僕はですね。はい、まあ、登ったり下ったり、下りがずっとね、8時間も9時間もあるんやったら膝を痛めるかもしれないんですけどね、登ったり下ったり、登ったり下ったりでね、そこまで膝に痛くなる、傾向じゃないんですけども、念のため持っていこうって思った次第でございます。はい、はい、ね、それを全部入れるのがですね、こちらのモンベルの、防水バッグかな、防水までいかんかな、まあ、でもまあ結構ね、雨降ってもね、衣服が濡れないように守ってくれるね、袋となっております。はい、はい、次ですね、衣食住の食ですね。はい、ね、順番に紹介していきたいと思います。はい、まずですね、水が1リットルですね。はい、これ持っていきます。でね、水1リットルだけじゃ足らないんでですね、あとはですね、このグレールですね。はい、まあ、これを持っていってどっか沢とかですね、まあ、トイレの水でもいいじゃないですかね。ろ過装置になってるんでね、綺麗な水が出てくるっていうところで、ね、これを持っていきます。はい、なんでね、おそらく水場まではね、1リットルあったら足りるかなと思うんでね、こんな感じでね、持っていきたいと思います。ね、これがね、ちょっとグレールちょっと重いんですけどもね、非常にね、ろ過しやすいんですよね。でも、まあ、ちょっと重いなって人はね、ソーヤミニっていうのが、ね、すごい軽いんでね、それをおすすめします。はい、ね、次ですね、まあ、このトレールミックスのこのナルゲンボトルですね。はい、まあ、これね、後でね、どん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 詰めていきたいと思います。はい、ね、次ですね、クッカー類ですね。クッカー、あー、これも僕が10年前に買ったチタンクッカーですね。これ何のチタンクッカー ?EPI ですね。EPI のチタンクッカーですね。はい、ここがね、これアルミがね、注射されてますんでね、沸くのが早いとね、で、これはチタン製なんで軽いっていうところでね、今も現役で使っております。はい、でね、中行きましょうか。はい、これがですね、外のね、なんだこれ、まあ、ちょっとわからないですね。ちっちゃいやつですね。ちっちゃいガスの装置とですね、この風よけのね、風防ですね。はい、で、あと、ちょっと重たいんですけどもね、このガス持っていきましょうか。これ中途半端なんでね、外のね、パワーガス、これ持っていきます。はい、でね、で次ですね、次はですね、他にコップ類ですかね、コップ類は、まあ、このチタンカップですね。はい、これどこのチタンカップやったかな、ちょっと忘れましたね。ベルモントか、ベルモントのチタンカップにですね、このね、外のね、この、ライターですね。はい、これライターね、これのね、着火システムがね、もうバカになってますんでね、このライターがないとつかない状態になっております。はい、ね、次ですね、他にはナイフですね。はい、オピネルのナイフとですね、ぐらいですかね。で、このバーグハウスのスタッフバッグとなっております。はい、でね、あとは、まあ、水関係で言いました、このパーゴワークスのね、このスナップですね、ザックのね、型の部分につけて水をね、気軽に飲めるっていう、これとですね、ゴミ袋大とゴミ袋小ですね。はい、まあ、これを持っていきたいと思います。次ですね、あと食料ですね。食料関係はですね、僕はまあ朝ごはんにまあパンとか食べましてですね、で昼ごはんはもうトレールミックスとか全部行動食で済ますんですよね。あ、まあ、どっかでね、昼ごはんがっつり座ってね、まあまあ、なんかね、昼寝も起こそうならね、コースタイムもね、なかなか縮めれないですしね、一回お腹いっぱいになったら満腹感いっぱいになって、こう戦闘モードがね、なくなってくるんでね、常にちょこちょこ食べてですね、昼は乗り切るタイプとなっております。でね、夜にしっかりご飯を食べるっていうね、感じになっております。じゃあ、まあ順番に紹介していきます。はい、まずね、行動食ですね。はい、ですね、こちらの、レモンと、なんだこれ、アップルかな、なんかグリーンアップルのパワーリキッドですね。はい、もうこれはね、よくトレランとかやってる人がね、飲んでるやつですね。はい、もうここぞっていう盛んところにね、飲みたいやつとなっております。でね、次、左から2番目の、このね、IKEA のなんかね、ナッツのやつですね、ナッツバーみたいな、これ視聴者さんからいただきました、ありがとうございますということで、ね、次はクリオ
共感ですね。これも視聴者さんからいただきました。ありがとうございますってね。次ね、このね、足の羊羹、足のなんか飴みたいなやつですね。はい、これもね視聴者さんからいただきました。ありがとうございますということでね。ね、次ですね、このキャンデーですね。キャンデーね、これキャンデー、何のキャンデーやったっけな、甘酒キャンデーですね。ソフトキャンデー、めちゃくちゃねこれ柔らかくて甘酒の味がしましてね、一気になくなってもうたんですけども、最後ギリギリ1個残ってましたんでね、僕これ大好きなんで堪能したいと思います。でね、あとこれ視聴者さんからもらいました。これ金剛さんの時もらったのかな、この、チョコ羊羹かな、抹茶羊羹かな、これね。あ、これもねもう120円ぐらいしっかりしてるやつなんで、しっかりといただきたいと思います。ありがとうございますってね。で、一番右の、塩羊羹かね、はい、それですね。これはねおかんにもらいました、ありがとうございますというところでね。でね、あとこの、左側2番目の塩分ジャージとですね、で最後これね、山降りた時ですね、1日目と2日目にね、このね、モンベルのアミノ酸ですね、これを飲むか飲まんかで全然変わってくるんですよね。はいね、これを飲んでしっかり体力を回復させたいと思います。はい、はい、次ですね、また行動食2になっております。はい、これがですね、上が千鳥まんじゅうですね。これ視聴者さんからいただきました。ありがとうございます、ね、朝ごはんとか行動食にしたいと思います、ね、でこのなるみっていうこのみかんジュースですね。これあもう順度バラバラですね、すいません。このなるみっていうみかんジュースがね、みかんゼリーかな、これはね、こうジュースの時にこの暑い時に食ったらすごい爽やかな気持ちになるんでしょうね。美味しくいただきます、ありがとうございますというところで ね、次ですね、あの柿の種ですね、はい、これと干し納豆とこの天狗の花クソですね、これはナルゲンボトルのトレイルミックスに詰め込もうかと思いますんでね。あ、柿の種はあんなパンパン入るわけないんでね、まあまあその辺を調整してねやっていきたいと思います、視聴者様ありがとうございましたというところで、はい、で次ですよね、次あの晩ご飯になっておりますね。晩ご飯はですね、こちら、これも視聴者さんからいただいたばっかりですね。そう、去年のあれか11月行った時からね、あのちょこ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 ね、報道食プラスね、このお昼ご飯食べれるやつです ね、ね、晩ご飯とかいただいてるんですよね。いよいよですね、テント泊シーズンになったんでね、これを使える時がやってきたというところで非常に嬉しいことになっております。はい、ね、で一度ね食べたかったやつは山でココイチが食べれるってことですね。あ、まあ、これ食べてみたいと思いますんでね、これを美味しく食べさせていただきますで、ね、あとね、なんかこれなんだ、神田川としろちゃうちゃうな、神田川としろかな、わかんないですけどね、これ料亭のお味噌汁ですね。あ、まあ、これね、じゃあこれなんか日本食人の誰ですかね、これ日本職人の誰かのあのね、これ料亭の、お味噌汁ですね。はい、まあ、これもね、美味しくいただきます、本当ありがとうございましたっていうわけです。はい、はい、次ですね、飲食10の10ですね。はい、ね、順番に紹介していきたいと思います。はい、まずですねテントですね、僕がねいつもね、ジュースの時は絶対にこのテントを使ってるね、0グラムのパスファインダーですね。あの非自立式なんでね、あの結構、軽くなっております。全部で何歩ぐらいかな、まあ何しかね、あの自立式のテントよりは、軽くなっております。はい、ただですね、あのこれね前回もね、穂高岳山荘のテント張りですね、重くそ風吹いたらね、こうシングルウォールなんでバタ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 ってなったりとかね、あの雨が降るとですね、もうシングルウォール布一枚なんで、ね、バチ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 ってもう結構うるさくてですね、でまあシングルウォールなんでね、また結露がすごいとね、とにかくこうもう上をべちゃべちゃ、上がべちゃべちゃになるんでね、あの床にこう精密機器を置けなかったりですね、はい、なんか何かと不便なんですけどもね、普通のテントよりまあ600か700ぐらい軽いんかな、はい、なんでね、こう一応愛用しております。はい、でね、次ですね、グランドシートですね。はい、この 0g の先ほどのこのグランドシートとですね、次ですね、このマットね、これはサーマレストのこのネオエアですね。はい、まあ、とにかくね、この黄色いやつですね、普通のマットに比べてね、あの格段に軽いっていうところでね、値段も名古屋で2万6000台ぐらいしたんかな、コージスタンソーさんの買い物動画で買ったんですけどね、このめちゃくちゃ軽いんですけども、とにかく、高いっていうやつですね。はい、それを持っていこうかと思います。はい、でね、次ですね、寒かった時ですね、はい、これはシュラフですね、寝る時のシュラフ、これがナンガのコージスタンソーオリジナルの3シーズンかなに、このね、C2 サミットかな、確かこれ C2 サミットやな、 C2 サミットのこのイベントのですね、これね、ウォータープルーフ、完全防水ですね、完全防水の、スタッフバッグっていうか、コンプレッションバッグかな、とにかくね、ほんまダウンね、これぐらい大きいんですけどね、これが一気にここまで縮っこくなるっていうやつですね。はい、まあそれをね、使っております。はい、
でね、あと寝るときですね、平さんですね、平さんのところはね、この5月の前ね、このダウンシュラフだけね、一つ持ってったらもう真冬のように寒かったんですよね。ほんでね、ちょっとガチガチ震えてね、寝られへんかったってね、ちょっと眠りが浅かったっていうね、記憶があるんで、僕が行くのは明日の4月ですか。はい、なんでね、一応このね、SOL のエスケープビビーですね、これを持っていきます。はいね、これやったらさすがにね、大丈夫かなって思うのと、ほんまにね、ダメだったら銀紙のね、エマージェンシーシートですね、あれを着たいと思います。はい、ね、次ですね、飲食時のこれライトですね。はい、キャリーザさんのね、こうソーラーパフですね、テントに吊るすといろいろと便利なんでね、これを持っていきたいのとですね、座るときにね、便利なんで、このエヴァニューのね、このマットですね、座布団ね、折りたたみ、これでもかなりね、こんだけね、これぐらいの座布団がこれぐらいにちっちゃくなるんでね、非常におすすめです。でね、次ですね、こちらですね、この前、工事3層で買ったレッドレンザーのライトですね。はい、もう炭酸電池のね、この充電の電池1個でね、輝くっていうね、非常に便利なものになっております。なんでね、予備もね、普通やったら単4電池3本ですか、これめんどくさいんですよね。これ炭酸電池1本でね、済むっていうところね、非常に重宝しておるのとですね、これね、前東京行った時のこのハイカーズデポのね、このぼんぼりですね。はい、もうこれをやるとね、まあライトも割れなくてですね、ライトのね、このゴムの部分もね、しっかり収納できるってことで、このぼんぼりもね、やっていきます。はい、ね、次ですね、順番もちょっとおかしになりましたけど、クライミットのこの枕ですね。はい、一応これね、めちゃくちゃ軽くてですね、でここの部分ですね、ここの部分に頭が置いてね、なかなかずれないっていうね、画期的なシステムなんですけどね、一応これ実家感染ね、僕持ってるんですが、僕も枕が高ないとダメなんですよね。ちょっとこれ低すぎるなって思うんですけども、今のところね、これしかないんで持っていこうかと思います。はい、あとね、飲食住で言うよ、僕ね、椅子とテーブル絶対持っていくタイプだったんですけども、いかんせんね、もう重装ですよね、もう行動がメインですよ、ほんまちょっと、ね、休むだけなんでね、でも食べるのもその辺のものなんか、石岩に座ってベンチに座ってで、なんかまあその辺でね、パッパッパって食べたらええかなっていうところでね、今回はもう軽量化メインのためにね、椅子とテーブルは、持っていかないことにします。はい、はい、次ですね、飲食住その他のその他を、言っていきたいと思います。はい、まずですね、このずっと昔から使っているヘリノックスのですね、ストックとなっております。はい、で、まあこれはですね、まあとにかく頼れる一品なんでね、今回もガンガン使いたいと思います。はい、でね、次ですね、どれにしようかな、このもういきなり細かいやついったな、これ、はい、あれです、近江兄弟社のメンタームサンベアーズ S クールプラスですね。これ何て言うんですか、日焼け止めを日焼け止めが出てへん、出こへんからもう商品読みましたっていう話ですね。はい、これとですね、歯ブラシですね。はい、これは僕がいつも重曹の時に使っている歯ブラシになってますね、ソラデーですね。はい、まあ、ここにねマイナスイオンのね、やつがついてますんでね、こうね、もう特に歯磨き粉がなくても歯垢がね取れるっていうね、素晴らしい歯ブラシになっております。はい、で、次ですね、次は、どれにしましょうかね、このねウェットティッシュですね。はい、ウェットティッシュ、はい、大事ですね。で、次ですね、このね、山と道のサコッシュですね。はい、まあ、これ非常に気に入ってるんでね、よく持って行っております。はい、ね、あとそのサコッシュに入れるですね、このもう吸便ファイバーのこのヤギチャンネルさんがね、こう作っているね、この吸便ファイバーのスタックサックですね。はい、これよく持って行ってるんですよね。ちょうどいい大きさでね、こう電池とかですね、 SD カードとか入れたりしてね、はい、まあ、ちょっと雨降ってもこれ大丈夫っていう代物になってるんで、非常に重宝しております。はい、ね、次ですね、同じスタッフサックのですね、こちら、ハイテールデザインのね、スタッフサックですね。はい、もうこれはね、完全防水の吸便ファイバーで作られてますんでね、これもね、非常に重宝してるのとですね、これに、まあ、電池ですね、はい、GoPro の電池とか入れたりしております。はい、ね、あとこれ映してる GoPro ですね、はい、GoPro9 も持っていくのとですね、でこのアンカーですね、このアンカーのこれなんだっけ、モバイルバッテリーですね、はい、これを一つ持っていっております。はい、ね、あとそんな感じかなっていうところなんですけども、
あとあれですね、こちらのOK のね、この間荷物チェックで東京の方がやたらこれ持ってたんでね、ちょっと僕もこれ持っとこうかなと思って、ね、持ってきました。非常に重たいんですけども、ね、何かあった時にね持ってたらすごい便利なもんなんでね、一応一つにまとまってるんでこれを持っていくことにします。はい、中にね何が入ってるかと言いますとですね、結構入ってるのは絆創膏ですね、傷テープ、アルミブランケット、三角巾、包帯、ハサミ、使い捨て手袋、結構あるな、ピンセット、なるほど、トゲ抜きなどね、で、三角巾、ガーゼなど固定使用、綿棒で、アルコール消毒ワイプ、あ、いいな、器具などの消毒用で、ゴム製止血帯、あ、多量出血止めバンド、うわこれ大怪我した時とか良さそうですね。で LED ライトですね、自家製発電の懐中電灯、なるほど。で、救助笛、あ、なるほどね、ポイズンリムーバーで、多機能カード、あ、なるほどね、換気率スパナ、ノコギリなどで、ね、消毒ワイプ、消毒用、ね、ガーゼで、粘着テープ、あ、なるほどね、まあ、これだけあったらですね、なかなかね、ちょっと多少のね怪我でもね、いろいろと対応できるかなって思ってね、非常に便利な代物になっております。で、ね、これ気になるところがね、これ OK ファーストアウトドア防災な防災救急箱って書いてある、これ新品って書いてあるんですよ、これは新品でやってくれやみたいなね、こんなもんね、血まみれのね包帯とか出てきたらこれビビるやない、意外というところね、さすがにね、なんで新品で一時書いてるんでしょうね、ほんまね、中古も売ってんのかいいうところなんですけども、それとは別にですね、あとなんか持っていくのがですね、僕個人的に持っていくのが、よいしょ、あー、もうパンパンやなこれな、持っていくのがですね、これ親指痛めた時のね、このテーピングですね。で、あと、その足首痛めた時のテーピングですね。で、あと、個人的には、下痢止めストッパーですね。ストッパー下痢止めと、あと、バファリンですね。はい、これ、痛み止めのバファリンとですね。で、あとは、このマダニのね、マダニスティッカーですかね、このカード、マダゴニを取るカードですね。これを持っていっております。はい。ね、以上ですね。で、あとティッシュな感じですかね。はい。ね、まあ、以上ですね。僕が明日持っていく、一泊二日のね、飛騨山の旅のね、装備全部紹介しましたでした。はい。ね、またね、どんな感じなの、食料ちょっと持っていきすぎたかなと思うんですけどもね。まあ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 、まあ、ないよりマシかっていうかね。まあちょっと過不足なくてか、まあ、ギリギリが嫌なんでちょっと持っていくことにしましょうか。はい。っていうところでね、まあやっておるんですけども、またね、何か反省会等があればね、またセカンドチャンネルで話しましょうか。これね、メインで話すことでもないんでね、なんかこの装備の反省会とかあればね、また、後々セカンドチャンネルで話したいと思います。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。